質問です。流産や早産の原因は何でしょうか広いんですよね、このね、質問がね。なんぼでも言えますよ。原因に対して上げていこうと思ったら、何十個も、下手すると何百個も言えるんじゃないかな、というふうに思います。だから、パラッと答えはないし、そういう答えの仕方はやめたいと思いますけれども、 まずはですね、先住民とか野生動物を見習いましょうと。まあ、これが僕が言ってる理論の原点であり、医学不要論ってやつの原点になるわけですけど、要するに先住民っていうのは流産とか早産が非常に少ないんですよ。全くと言ってくれない。っていうのが、まず大前提。 ということにななるわけなんですよね。だから彼らは自然の中に生きて自然のものを食べてで動物の精神っていうか動物のねその食物連鎖の中に生きてまあ何でも食べるということがあり先住民というか人間は本来はかなり上位動物になりますからどっちかっていうと肉食とかそういうのも含めて何でも食べれるという動物になってるので。 まあ消化機能とかも全部そういう風なのに向いてるのになってるでもですね現代では糖類とか穀類とかでもいいかなとかそんな野菜とかばっかり食べて ビーガンとかベジタリアンんかそういうの代表ですけど、動物系職員も食べないみたいな。で、動物系職員も今、この畜産の問題でですね、かなりもう薬漬けになってるから、それがまた影響を与えるっていう場合もあるわけなんですけど、そういうふうな食べ物の問題や栄養の問題で、流産や早産になるっていうことは、まあ、よく見かけられるんじゃないかと思う。次は薬漬け問題かな。いろんな薬を飲んでると、それだけで、流産とか早産のリスクは高めるというふうに思いますし、あとは環境毒物。日本でいうと、代表は放射能やと思う。 次は電磁波じゃないかな。っていう感じで様々な毒物の影響っていう風なのは当然ながら原因として考えられると思います。で、最後はやっぱ精神性かな。これが一番でかいと思います。毒物よりもそっちの方がでかいと思う。 これは黒い本読んでっていう話にはなりますけど、流産や早産になる人は、深層心理的に言うと、流産や早産をしなきゃいけないっていう精神性を持ってる。これに向き合うのが、すごい大変です。でも、例外はありませんね。僕も何千人もそういうことやってきましたけど、一人たりと、実は例外がない。見れてないというか、向き合う気がないだけの話。 ということなのでそれが理解できない限り流産とか相産をやってる人は繰り返していく可能性が高いと、まあ、いうことになるかと思いますね。これも古い学とかの考え方っていうことになるかもしれませんね。